誰が説得に行けばね動いてくれるのかっていう、いやいや、その説得とかどうこうじゃないから、なんかそういうそっとしといたらや、なんか関西っていうのであれば、うん、その静かさ、あ、何をそのさ、俺そのセフレをさ、下大作戦よう分からんやろ、そんなもん、下大作戦、な、何すねんそれ、静かな、静かがいいって何すんねんな、静かの、静かの、3の P 大作戦、何言ってんの1ラジオでさお前なんでそんな方静かの3の P 大作戦で関係ない人をさ、うん、捜査一課のメンバーではあるので、捜査一課のおとり捜査の、ちゃうねんちゃうねん、おとり捜査とはちゃうねん、潜入捜査それで何が得れるって話、まあちょっと静かにまた連絡してみて、うん、はい、それはいいんですよ。さあ今日はね、今日のクラウドはそんなね、そんな下品なあれじゃないんですよ。いやそうよ、うん、はい、さあ本日、うん、この男と電話がつながっております。もしもし。もしもし。はい、どなたでしょうか。ラジオネームダサクと出ました。あ、前回の、ね、敗北者、はいね、はい、先々週のクラウド、坂口健太郎さんの旦那決定戦の2回戦に挑むも、はい、社交という官僚のね、22歳ですよ、はい、に負けたんすよね。しかも、はい、その日は、ね、ダサクさんは20何歳の誕生日なんでしたっけ ?28 歳の誕生日に、22歳の、ほんとクソ官僚、はい、本当ね、言い方悪いけどね、日本のね、未来をこんなやつに預けていいのかっていうね、ちょっと軽い感じがあったからね。クソ官僚のね、後継野郎にね、負けましてですね。で、はい、まあ、あの後ね、坂口健太郎の旦那決定戦のエントリーがたくさんあったんですって、その、あの2回戦の後。すっごいメール来たんですけども、はいはい、そのほとんどが、僕が勝ったらダサクさんに挑戦権を譲るという、うん、どんなやつらやねん、やつら、もうだから総力戦になってきてます今、まあ、もうなら社交対リスナーや、うん、そうですね、すごいね、本当にそうですね、そこまで味方につけましたか。はい、あのもう多国籍軍みたいに今なってきてますので、いやでもあれなんじゃない、そのもうダサク的にもやっぱ負けたからもう諦めたんじゃないの、うん、ケンタオルさんとは。いやいやいや、うん、そんなことないの。そんなことないです。やっぱもう譲ってもらえるもんなら、ま、そうまでしてでも、うん、ってことや、はい、そうです、もうあの、うん、チャンスがあるならもう何回でも駒をどんどん駒を投入していきたい。あ、そうです、もうそんなですかなという見方をこれね、本当になんか思いが本当ってことか、普通にあの、うん、はい、平で、平で旦那決定戦、ケンタウロスの旦那決定戦に出るやつがほとんどいなくなったんですよね。もう全部ダサク軍。もう、そうか。ダサク軍の下っ端どもが、あの、エントリーしてきてるんですよ、ね。すごいですね。うん。ありがたいですね。え、なんか、うん、普通のエントリーをほんま待ってるんですよ。待ってるんですけど、全部ダサクの息のかかった、あの、エントリーだということです。あれ、あの日誕生日やったじゃないですか。うん、で、負けて、はい、どうしたの、そっからは。うん、いや、すごい、あの、虚無感に浸って、はいはい、電話が切れた瞬間に、ね、めちゃくちゃ静かな部屋、一人あれ、何時ぐらいやったっけ?11 時半ぐらいやったっけ?11 時ぐらいやったっけ ?10 時半ぐらい。10時半ぐらいか、うん。はい。で、あと自分の誕生日が終わるまで1時間半ぐらいってこと、うん、そうです。最悪やな。どうしたの、何にもない。何もない。何にもない。テレビつけたらええやん。はい、うん、いやもうテレビ見る気も見る気も起こらない相当ショックやったよね、うん、散々でしたね。あ、これオンエアは聞いたんですか、その土曜日は。いや聞きました。おう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 、あのちょっともうなんかお酒飲んでから聞かないと聞かれへんわと思ってそんな、まあそれでも聞こうと思ってくれたよな。このラジオに振り回されすぎや人生狂わされるよ。このラジオで人生狂わされんちゃう、ほんまに。ほんまそうかもしれない、ね、リアルタイムで聞いてくれたの、ま、5本のエピソード出てくんじゃん、うん、あ、リアルタイムで。リアルタイムで、はい、うん、聞きました。うん。うん、起きて、はい、で、結局その日も朝まで眠れず。眠れず、うん、はい。負けたなっていう感じで。うん、で、なんかわからへんけど、その次の週の月曜から、なんか腰痛が発症しまして。うん、腰痛な、謎の腰痛だな、それ。うん。動けんくなっちゃって。何それマジでそれ。そこまでか。3日猫、なんかほぼ。えー、
いやいややばいや、本格的になんかちょっと運回りが悪くなってきてるね。足洗った方がいいんじゃないか。何からよ、タダバカからな。タダバカが全部この人を操作して悪くしてる。だからちょっと気持ちから来てる面があるかもしれないことね、体調に、うん、かもしれないですね。本当にもしばったり街で車高にあったら殺してまうかもしれない、まあ、どれか分からないけどな。だって俺もエピソード聞いてる限りゴッホとゴーギャンみたいなやつそこまで来てますか。もう苦悩して苦悩してみたいなことですか。もうその後は耳そぐしかないんやから、ね、うん、大変やね。なんか僕腰痛めた時に、うん、あのネットフリックスでジョーカー見てたんですよ。なんでやねん、なんでまたジョーカー。そうか、悪いやつになっていくところもうな、すごい心優しいやつが入り込んでいく感じが自分の中でしましたけど、うん、確かにな。でそこまでいいもんでもないしないやちょっとじゃあどうするよ、うん、これなんか、土曜日の明け方にツイキャスやってたんすか、ダサキさん。あ、なんかそうですね、喋ちょっとなんか、うん、いろいろ話聞いてもらってました、いろんな方に。あ、もう一人でもちょっと入れられない。皆さん、あのやっぱただバカのリスナーの方で何人ぐらい見てたの、うん、で多くて20人。いや、それすごいよ、すごいな。なかったか、15人か20人ぐらい。いやいや、すごいよ、そんなもん、うん、が慰めてくれてたんや。そうです。その中にケンタウロスさんも、うん、あの聞いてらっしゃる。何その雑やなそれ。それなんかコメントとかはあんの、ケンタウロスから。コメントもしてくれてる。なんて、なんて言ってくんの、どの面下げてくんの、うん、それ。いやいやいや、うん、いやでもなんか僕がこうやり取りしてる、うん、あの他の方、例えば、うん、あのウォータームーンさんとか、あ、ハッスルさんとか、うん、あ、ああいう方々とやり取りしてるのにこう、うん、時々入って。なんかそのケンタウロス的にもやっぱりダサ君に買ってほしいってところがあったから、タダバカオールスターズやん、しょぼいの。もう何に勝てんねん、社交一人負けとんねんや。タダバカオールスターズが立ち上がって、だからそうか、だからちょっとロミオとジュリエット的なところがあんねや、うん、なあ、うん、ケンタウロスもダサ君に心はいってんのにね、そこはもう勝負ですから。まあじゃあ今日はね、そんな心の傷をちょっとでもね、うん、はい、癒してもらおうということで、はい、どういう企画やるかは聞いてますよね。はい、聞いてます。じゃあタイトルコール自分でやってもらっていいですか。はい、はい、あ、いいですか。いいですよ、はい、元銀行員のダサくに聞く半沢直樹の見どころ徹底ガイド。あ、好きなのかな。 TBS ですから、ね、元銀行員ですから。そうかそうか、半沢直樹を見てて思うところがいっぱいあるということですよね、ダサックさんには。そう、はい、そうですね、うん、なんかここはどうなんやろうとか、はい、うん、これは何、見どころっていうのはどっから説明してくれるんですか。これは前回のやつなのか、あ、はい、今始まったやつなのか。僕一応前回も見ていて、はい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 、はい、で今回のやつも新しいのも見ていて、うんうん、なんで、あの前回からかなっていうふうには思ってます、うん、俺見たことないのよ。あ、そうなんですか。だからこんなもん袋からしたらたまらんのじゃない、ちょっとだから全部教えてほしいとかあるもん、うんうん、あ、うん、そうですね、うん、もともとは、はい、堺雅人さんはどういう立ち位置なの。うん、なんか銀行のまあ営業マンというか、融資って言ってそのお金を貸す、うん、仕事があるんですけど、うんうん、その担当の営業マンだったと思うんですね、うんうん、で、うん、その彼が、うん、まあ、その銀行の中でその、うん、いろんなことをやっていくんですけど、はい、最大の目的はその、うん、まあ、もう皆さんご存知の通り、うん、香川照之さん演じる大和田常務に倍返しをするっていうのをもっと動いていくっていうストーリーなんですね。でその大和田常務にたどり着くまでに、まあいろんな他の銀行員の人たちとか悪いやつらをこう倒していって最後その一番上の役員のところまで倒したり、はい、またこうなんか虐げられたりとか、はい、またやり込められたり、それでも立ち上がって、はい、こう何度も何度も、こう挫折するけども立ち上がって最終的には大和田常務を土下座さすみたいな感じのやつですよね。もう最後までいったやんか、はい、最後までいった、今終わりましたね、
これはだってちょっとこうダサくに説明してもらうやつやから。でもざっくり言うとそんな感じなんですよ。いやダサく説明したいよな、はい、ちょっと終わりましたね。そうですね。いやそうだっていい調子で言ってたやん最初から、うん、ちょっと尺足りてないですね尺足りてへんねん、はい、尺足りてないのでどういうことやねんそんなもん。ちょっとこのコーナー行きますか。このコーナーダサくの嫁決定戦なんか明るい。いやマジっすか言ってる。嬉しそう。めっちゃ勉強した。めっちゃ勉強した。そうか、半沢直樹ちゃんと見返してくれたの？いや見返したし、その本当の頃の友達とかに連絡して。現状今どんな感じ？申し訳ない。そんなコーナーやるわけないやろ。マジか。ダサくさ。ラジオ舐めないでください。うわ。ラジオ。誰が元銀行員のねリスナーが語る半沢直樹をクラウドとはいえ聞きたいんですか、はい、いや思いましたね思った誰が聞きたい、うん、誰が聞きたいの思いながらもちゃんと見返して勉強してくれたんや。半沢ダサくどんだけ信頼されてんねんって思いましたこれにワンコーナー任されたでってことやもんな。いやいやもうその信頼度はもう向けようと互角やからまだ全然ちょっとはい勘違いしたわ。そんなわけないじゃないですか。ただでもなんか嬉しいなんか悲鳴でしたね、うん、さっきね。いやー、うんうん、ちょっとホッとしました。この嫁決定戦という響き、うん、いや、うん、悪い気はしますこれね。悪い気はしないよねそうよねこれね、うん、坂口健太郎さんの嫁決定戦で、ねはい、惜しくも敗れたダサクさんがですね、はい、敗れたじゃないですか。負けましたね。負けたじゃないですか、はい、ダサクさんと結婚したいという女子が2人現れたんですよ、はい、ねすごいよ、ね、じゃあもうこれは嫁決定戦をやってしまおうと、はい、何やねんその異性2人おったら嫁決定戦やるみたいな流れ。もう偶数おればいけるから、うん2おればいけるからじゃあもうやってしまおうということで、ね、2人おったってすごいよね。エントリーしてきたってことでしょ、うん、だから多分やっぱりもうあまりに悲痛な、うん、あの日、うん、負け方が残酷な負け方して やっぱりね、その女子2人の心には響いたんですよ。この人をなんとかしてあげたいってちょっと母性本能がくすぐられたとこもあるんかな。そう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 あるんじゃないですか、うん、でこれはほんまに結婚できるの。はい当たり前じゃないですか。全部ほんまに結婚できる今うちが動かしてるコーナーは全部ほんまやから怖いね、はい、うん、これはいいんですか。ダサクさん的にはいや、うん、あそうですね。もうここまで来たら、うんうん、でも好きって言ってくれてる人がおるってことだからね、うん、そうですね。ありがたいことですけど、うん、いやそうよ。いやこっちもなんかしてあげたいと、こんなかわいそうな男おらんと思ってる矢先に、はい、女子2人からはい、メールが、まあ、ちょっとこれは運命かもしれへんよね。そうですね、はいはい、ということ で、いやちょっと楽しみやね、はい、うん、どうなるのか、うん、はい、うん、さあじゃあもう早速、挑戦者1人目入場です。東京都ラジオネームタコ足細胞28歳。ダサクさんの好きなところは背の高いところです。本気で結婚考えているので頑張ります。背の高いと。これ今繋がってるの？はい。もしもし。もしもし。タコ足細胞さんですか？はい。あ、どうも。こんばんは。こんにちは。また声可愛らしいですよ。いい声ですね。うん、あれなんかこのいい声にすることで、うん、坂口健太郎さんの後を狙う。まあまあ声ちょっと寄せてるところはあるよね。ちょまあまあでもそれは好きという気持ちがあるから。どういう感情でこうメールを送ってくれたんですか、タコ足さんは。あなんか聞いてて、うん、ダサクさんがかわいそうだなっていうのもあって、うんうんうん、であと。まあ、同い年だったんでちょっと結婚に焦る気持ちとかっていうので親近感が湧いて共感したんだね。ちょっと高橋さんも結婚に焦っていると。そうですね。ああそうなんや、うん、だからってはおかしいけどね、うん、だからってここにはおかしいけどね結婚相談所ではないからな、うん、ここはそうなんですかそうなんですか言ってるやんか。でも、うん、まあ本気でちょっと結婚もダサ、ね、ダサくさんならいいかなっていうことで、うん、はい。お仕事とかは。あ、仕事は普通の会社員をしてます、はい、OL さん。はい。あ、東京に住んでるんですか。東京です。あで、もちろん彼氏もいない。はい。どこが好きなんですか、ダサクさんの。
なんか背の高いところですね。まあそこで情報がないから。背の高そうなところな。見てへんからな。はい。184。まあ嘘ついてなかったら184。まあまあまあ嘘ついてなかったらね。うん。もともとではこの番組のリスナーってことですよね。はい。その我々のファンみたいなことですか。あ、別にそんなことは。正直やな。ただ結婚したいやつや。なんかラジオ関連のやつと結婚したいやつや、うん。趣味合うやつと結婚したいやつや。いやいや、そんなことないです。ほんまにマッチングラジオですよ。うん、本望ですよね。うん、まあまあまあね、番組として。でもラジオは好きなんでしょ。私はもうちょっと中学生ぐらいからずっと聞いてます。一番好きなラジオ番組は何なんですか。伊集院さんのバカ力です。あ、バカ力リスナーなんや。すごいわ。じゃあ、結構女子でこんなバカ力なんて、うん、ね、はい、ちゃんとしたリスナーよ、本当に、うん、本当にラジオ愛した人ですから。育てるやろからね、はい、でも東京じゃないですか、うん、ダサクさん兵庫なんですよ、うん、はい、どうしますそれ、もし付き合うってなって結婚するってなったら、うん、あー、嫁ぎます。ほらー、向こうに行く、兵庫まで。これなんかタコアさん情報によるとなんか資格を取ろうとしてるんですか。あ、そうですね、今あの歯科衛生士の専門学校に行ってて、ほう、1年半後に一応試験を受けて取るっていうつもりでいます。あ、じゃあ兵庫行っても資格持ってるから仕事は見つかりやすいしね。2人でできるようなこれな、はい、そうよ。あ、国家資格やん、大変よ、はい、あ、じゃあ国家試験みたいなことこれ。いやー、ね、社交と一緒やん。あんまり社交を思わせるようなことせん方がいいんだ。いや、社交にあの対抗するためにって思って。対抗してね。あなたが持ってない国家資格は私で補いますよっていうこと。そうですね、まがいな。そうですね、夫婦夫婦一体となって社交を倒しましょう。なんで社交見てんの。社交を二人で倒しに行きましょう。なんでやねん、もう坂口健太郎さんおらんのかええやな。その社交の話は、うん、まあ確かに歯科衛生士っていうのはやっぱり、うん、いやいやいや、お綺麗な方多いですね。エッチな人も多いですからね。エッチなのか分からへんけど、エッチなのか分からへんけど、どうなんですか、タコハシさんは。はい、実際はちょっとエッチな方なんですか。なんかあのすぐやれそうってでもなんか私はそういうことないってことですね。言われたりはするけどってことな。そうです、あんまり拒否はしないタイプです。拒否はしない。うーん、優しいのかもしれないですから。はいはいはい、じゃあ次行きますか。あ、早押しボタンの代わりに答えが分かったら叫ぶ言葉。今日はどうしますか。どうしますか。ちょっと好きなタイとかにしますかね。そんなお前さ、うん、なんかそのせっかくならそのあったらね、あったらでいいですけど。あ、はい、ネバックです。じゃあネバックでお願いしますね、このネバックで。お前さ、これ読めんなんねやろ。いやいや、ダサくも分かりやすいよ。もうあ、それ知ればいいんやっていうのはね。そう、はい、そう、取り扱い説明書ですからね。ありがとうございます、はい、じゃあそちらの方で、はい、お願いします。さあ、じゃあ、ちょっとお待ちください、はい、続いての挑戦者はこちらです。兵庫県ラジオネームマイケル、29歳です。ダサクさんの好きなところはコピーライターをやられているクリエイティブな才能があるところに惹かれました。クイズには自信があるので絶対頑張ります。はい、はい、もしもし。もしもし、お名前いいですか。ラジオネームマイケル。マイケルさん、お、はい、あら、兵庫県29歳。はい。うわ、近っ。またこれも。これは、マイケルさんはどういった経緯で今回エントリーされたんですか。クラウド、先々週のクラウド聞いて、うん、それでやっぱり誕生日でかわいそうだなっていうので、うん、押してあげたいなっていう。私がっていう気持ちってことですね。はあ、はい、やっぱダサクさんのことはちょっと聞いていってて好きになってきてたんすか。いや、そうしたこともないんですけど。まあ、何の嫁決定戦で押したいなっていう。え、押したい、押したい、押したいっていうね、押しね、はいはいはい、はい、でもこれ、うん、もし勝ち抜いたら結婚することになるんですよ、うん、それはどうですか。あ、それはなんか運命というか、うん、あー、受け入れてくれる、すごい、はい、そう、
すごいね。お仕事は何されてます？フリーターで接客業をしてます。あ、はい、あ、飲食みたいなことですか？まあ販売ですかね、どちらかというと。はい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 、へえ。ね、彼氏はいらっしゃらないけどね。あ、はい、ないです、うん。でもし結婚したら兵庫県やからね、うん、すぐ会いにも行けるし、うん、また一緒に住めることもできますけども、はい、うん、そうですね、都合はいいですよね、これね。いいね、そう、うんうん、これなんかマイケルさんは誰に、うん、芸能人誰に似てるとかあるんですかね？山田マリアさん。おー、懐かしい、はいはい、バラドルですよ、元祖バラドルですよ、イエローキャブ、はい、はいはいはい。これダサクさんはでもちょっとまだケンタウロスさんのこと引きずってるんですけど、はい、それでも大丈夫なんですか？まあでもルール上はもう無理じゃないですか。、うん、あ、向こうはね、まあそうですよね、結婚できない今のところね、うんうんうん、はい、東袋の嫁決定戦には応募してたんですか？あ、どうなんですか、東袋の嫁決定戦には応募してたんですか？ あ、してないです。なんかそれはそれで嫌やな、はっきりと。それはなんでしようと思わないんですか？そうですね、うん、なんかファンという感じなので、うん、好きっていう感じではなくて、うん、ではないんや。でもそれを超えたんや、たくさんは。はい、そうやね、これはもうぜひとも頑張ってもらいたいです。ちょうどいい距離感なのかもしれないですね、ダサクさんが親近感の枠、いやこれはちょっといいとかもしれない、うん、そうですね、はい、はい、どうするあれは。じゃあ、え、好きなタイですか？はいですね、袋がどうしてもって言うんです、すいません。いやいや、まあ、これはもう好きなタイはありますか？はい、いや、バックって言おうとしたんですけど、うん、はい、かぶっちゃうかなと思って。確かに、ね、どうしましょう。本当に好きなのでいいですよ。うん、正直に本当に好きなの、うん、一番好きなのはバック。じゃあ、ね、バックとバックでいきましょう、ね、シンプルバック対ネ、はいはい、バックの新旧バック対決です。どっちが新やねんって話やからな、はいはい、さあここでダサクさん呼んでみましょう。もしもし、はい、ダサクさん今の聞いてました？もしもし、はい、聞いてました。どうですか？嬉しいでしょ、うん、いや、ありがたい。なんかかわいそうから始まるんやなって。かー、まあ、そうね、この恋はそうやな。そうですね、うん、ほっとかれんかったんですよ、うん、いや、うん、みんなよっぽどかわいそうに見えてたんやな。そうやで、ね、本当に。まあこんなん聞くのもあれやけど、うん、今んとこその、うん、ね、お二人やったら、うん、まあこの、はい、まあこの声聞いただけやけど、うん、どっちの方に惹かれてるみたいなのあるんですか？いやー、そうですね、うん、うん、ネバックのいや、タイやないか。気になってどうやって。ダサクさんはそのタイは好きなんですか？ネバックの方が好きです。あら、そういうのもあるんですね。いやいや、その偶然みたいな。ネバックさ、俺あんましたことないな。いや、お前の話どうでもいいわ。うん、まあ、ね、どうなるかやね。そうですね。これは、はい、ちょっと楽しみですね。今のトーナメントの中で、うん、多分リスナーも持ってると思うんですけど、うん、正直一番どうでもいい。まあ。確かに本当に、まあ、本当にどうでもいいやつかもしれないですね。勝手にやってくれっていうところはあるけど、うん、でもまあここまで来たら、うん、そらな、この番組のせいやからな。確かに今これだから日本でこの今3人しか興味ない、うん、5当人だけですからね。、うん、マイケルタコ足の3人でした。いやいや、でももう見届けますよ。こんなに超打ち打ちですよね、うんうん、想定ではやっぱりダサクさん もうちょいテンション上がるかな。まあでもそれ恐縮してるんだ。いや、だって知らんかったもん、うん、こんなことをいきなり言われたやから。意外と企画に入っていけてんなっていう。いや、それだからまあ構えてんねや。もう今はな、あ、うん、でもうだって2人は結婚したいって言ってますから、ダサクさん、うん、はいね、はい、はい、あれ、うん、ちょっと待ってください。大会の大事なルールがあります。うん、何ですか？この対決、さすがにリスナーもそこまで興味もないと思いますので、うん、クイズの回答は制限時間1分とさせていただきます。短っ。1分以内に正解が出ればその女性が勝ち抜き、うん、正解が出ないまま1分経った場合は両者とも失格で、このコーナーも打ち切りだと。厳しいな、これは。追っかけろよ最後まで。すごい、勝手に始めといて勝手に厳しいルール作られて、またダサクを傷つけてんちゃうか。これいいですか、それでダサクさん。はい、1分しかな、与えてもらえないんですか？1分しか。あ、それは厳しいよな。1分で人生変わるからな、はい、それな。あの半沢直樹ですらもうちょっと説明してたと思いますけど、ね。お前やで、もうちょっと喋ってました。うん、もうちょい。じゃあ2分にしようか。いやいや、じゃあ2 分, 2分にしようか。はい、じゃあまあ2分いくか。2分いってみるか。もうこれはもうヒントもなし。ヒントもなしで。なしで、はい、はいはい、わかりました。ありがとうございます。もう2人かかって。ありがとうございます。
れが言ったら そうやな、なんとかもぎ取った1分からな、ダサくからしたら。そうですね、もうこの1分を1分で変えようこのな、はい、そうや、まあ、まあお前どうしてもないねんけどな、うん、頑張んなお二人やから、うん、はい、じゃあ、うん、クイズって何、これクイズはどうしましょうか。あ、うん、問題は取材ず、あ、ありますね、うん、あ、じゃあダサクさんも分かってないんじゃない、この問題何のクイズが出るか分かる、そうそう、いろいろリサーチかけて、うん、その半沢直樹の話を聞きながら、うん、この問題を引き出したことやからね、うん、はいはいはい、ディレクター福田さんが結構喋った上で、はい、ダサクさんの問題を作成しました、うん、はい、はい、誰か分かってないですよね。いやもう、はい、うん、でも40分ぐらい喋ってた気がする。もうマブダチやん。それ何なんだ。その慰めてもらってたんですよ。何してたそれ。40分。なんか最初半沢の話をしてて、うん、途中からなんか仕事論みたいな感じで、うん、何やそれ。ちょっと福田さんも仲良くなったと思って。でもリサーチをかけてたんですよ。ああそういうことやったんですね。はいはいはい、じゃあ、お二人は電話つながってんですかね。お二人電話つながってますか。はい、はい、ちょっと大事なルールがありまして、はい、2分以内に答えが出なければもうその時点で打ち切りです、はい、本当に申し訳ない、はい、大丈夫です。ただ僕らが悪いわけじゃない、うん、大丈夫です。なんかもっと1分あと1分伸ばしてよみたいなのないの、うん、しょうがない、しょうがない。全員のなんか熱量が、うん、なんかその、うん、沸点にはいってないんだよこのコーナー。な、なんか聞いてられないと思うんで。え、なんですか？聞いてられないと思うんでしょうがないです。聞いてられないと思うんでね。そうだ、そういうのもあるんですね。そんなことはないですよね。この番組に対する。うんうんうん、はい、じゃあタコアスさんはネバック、マイケルさんはバックで、はい。はい。分かったら、それを叫んでください。はい。はい、行こう、ヒントなし。ダサクと結婚したいか、はい、おーい。やっぱ熱量が感じられ、なんでや、なんかなんかロートーンの2人なのよ、この今回の対決。ダサクさんのテンション高いですよね、うん、ダサクさん、嫁欲しいか、はい、欲しいです。なんかこっちもあんま高くはない、まあまあな、なんか静かな夫婦になるんじゃないですかね、もし結ばれたとしても、うん、はい、まあでもこれクイズになったらもうがっつりいくかもしれない、はい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 、はい、じゃあいきますよ、はい、はい、問題です。ダサクのお母さんの名前は何、お答えください。バック、はい、バック、マイケル、トモコ、ブー、ネバック、はい、いいですね。ユミコ、何、うん、ユミコ違う、ね、ユミコ違います、うん、バック、はい、マイケル、マユミ、違います、ネバック、タコアシ、アケミ、違います。なんかミですみたいなね。さあバック、はい、マイケル、ヨシミ、ヨシミ、違います。なんでミですね、はい、ユミコ、違います。うん、さあ今何分、まだ40秒、はい、まだ大丈夫、バック、はい、リエ、違います。うん、バック、はい、セイコ、違う、うん、うん、バック、はい、ミホ違う、違う、ネバック、はい、ユミ、違う、うん、あと1分、バック、はい、サツコ、違う、うん、ネバック、はい、ユウコ、違う、さあどうだ、何やこの時間、バック、はい、ミキ違う、違う、違う、はい、ユカリ、違う、違う、バック、もうダルウィンか、バック何やらされてんねんみたいな、はい、まあナオミ、違う、ネバック、はい、ヒョウコ、違う、うん、あと23秒。20秒がもんなら、バック、はい、バック、うん、ミカ、ミカ、違う、あと16、はい、エリ、はい、違う、違う、違う、ミカ、10秒前、10秒前、さあ、あと1個ずつ行こう、はい、はい、カオリ、違う、さあ、マイケル行け、最後、さあ、ラスト、はい、ミホ、違う、違う、これ
ケルずっと惜しかったよ。惜しかったのよ。うわ、意外に白熱しましたね。さあ正解をダサクさんの口からじゃあお願いしていいですか。はい、うん、僕のお母さんの名前はミワです。うわ、そうなんですよ。ミワやねんな。ずっとミーでうろうろしてたのよ。バックでずっとうろうろしてたミーあたりを。なあ、ちゃんと振り返らんと。うわ、まあまあこればっかりしゃあないよね。ということで、はい、打ち切り、助かります。助かります。消滅。サバカ聞いてるとどんどん傷ついていく。ほんまや、もうやめた方がええで、リスナーごめんな、ほんまに。さらば青春の光がただバカ騒ぎ。